お、つながった。こんばんは。音量どうでしょうか。いつも使ってるマイクが死んでしまったんで、今日はこれ使ってます。これ、久々に。こんばんは。立ち見ってすぐ出るんでしたっけ ?30 分経ってからじゃなかったっけ。こんばんは。で、今読み上げはこっちの方でやってるんで、皆さんには聞こえてないです。そう、久しぶりのマイク。音量大丈夫ですかね。音質は多分こっちの方がいいと思うんですよ、いつものより。あ、スタインさんいらっしゃいませ。いつも使ってるこのマイクがダメになっちゃったみたいで。これ、線香花火みたい。あ、そうそう、直次郎っていう民宿に泊まってます。刺さってる。これですね、このヘッドセットやたら耳のとこの固定が強くて痛いんですよ。絶対取れない。ですけど、耳痛いです。しばらくしてると。土砂崩れ、土砂崩れありましたね。じゃあ、まず、押し入れ。あ、そうそう、押し入れはですね、これ、部屋の、あ、違う、こっちか。これが部屋の入り口で、これと、抜けないですよ。これの外にドアがあって、この放送とか私が喋ってる声があんまり廊下に漏れないように、押し入れから、スライドさせたもんで、押し入れが半分空いてるんです。マイクは直ってないんですよ。というわけで、押し入れには今入れる状態だけど、バキバキとか言ってるよくないですよね。今日お休みです。夏休み、今日はですね、5200何十円だったか、50、500何十円だったか、あ、ライコさんいらっしゃいませ。いつまで？今度の月曜までです。確か今度月曜が、敬老の日ですよね。で、その敬老の日まで休み取ってます。さて、じゃあちょっといろいろ、まず言わなきゃいけないことがあって、T シャツはいつものでございます。あ、ご飯はですね、ここ食堂、食事どころ、あ、新さんいらっしゃいませ。食事どころ兼民宿なんで、食堂の方はかなり美味しかったです。あ、今日の部屋は、そうそう、休める。タイミングちょっと合わなくて、また今年遅くなったんですよね。でも、まるまる1週間取るのは毎年やってます。有無を言わさず、いらっしゃいませ。ホテルより民宿。まあ人によるのかもしれないですけどね。私は民宿の方が、っていうか、やっぱ畳でゴロゴロできる方が嬉しいですね。放送内ツイッターだけの、ですよね。そうそう。あ、わさおに会えなかった。今日ですね、雨が降ってるので、ハイテンションも若干あったんですけど、やっぱ今更こんなこと言うのなんですけど、放送ないと楽ですね。思いっきり自分で楽しめました。こんな雨だったのに。初老、そうそう、初老、敬老の日。やっぱ楽しかったですね。こんな日だったのに。でもネタも多かったんですけどね。まあ、マイクも言ってしまったんですけど、これ使えばまあ、グレーゾーンの話は出てくるけども、一応放送は続けられますね。ぶっちゃけた。言いました。あ、新機能 JavaScript 版ですよね。あれなんか重いですよ。ていうか動き変ですよ。で、あ、GoPro 撮ってないんですよ。GoPro の方もですね、完全密閉型のケースに、空気が乾燥した場所でケースに入れてから使わないとダメなんで、でないともうすぐに中曇っちゃうんですよ。ん？チラチラする。なんだろう。草野球。いや、プロってわけじゃないんですけど。あ、で、ちょっと言わなきゃいけないことをまず一つ最初に済ませとかないと。ちょっとしばらくコメント、返答できないですけど。昨日、一昨日泊まった、陸奥岩崎駅の近くの、陸奥岩崎駅の近くの青函荘さんの自転車乗り限定のライダーハウス。夕食だけ頼んだら、無料で止めてもらえるっていうは、ですね、大元は、なんか食堂に来た自転車乗りを、なんか宿の奥さんが、食事したんだったら泊まってもいいよって言ったのが始まりらしくて、で、それがなんか勝手に広まっちゃったらしいんですよ。なので私があんな大々的にやったのは実は良くなかったみたいです。宿の奥さんと話したわけじゃないんですけど、まあ、その従業員というか、
まあ、近所のおばさんだと思うんですけど、手伝いに来てる、手伝いというか、まあ、従業員なのかな、に話をしたら、なんでですかって言ったら、実はそういう経緯があって、黙っときなさい、黙っときなさいっていうふうに言われたんですよ。で、いや、すみません、私、インターネットで、ツイッターとかで、なんとかって言いそうになったら、いや、インターネットのことはよくわかんないけど、黙っときなさいっていうふうに言われて、もちろん怒られたってわけじゃなくて、秘密だからねっていう 言われ方されちゃったんで、そう。なので、ちょっと、特に、この夜放送って一番人が見てるじゃないですか。なので、この枠で、じっくり説明した方がいいかなと思って。なので、自転車乗りの方が、なんか、大々的に行ったりしないでくださいね。すいません。しかも食事もあれは、たまたまお客さんが来てる日で、まあ、来てる日って来ない日があるのかな。夕食が、ついでに用意できたので、あんだけものすごい料理が、を、いただいちゃったんですよ。なので、蜂の巣ってライダーハウス情報のところに私もコメント書こうと思ったんですけど、今回のことはちょっと黙っときます。そう、殺到したら本当にやばいんで。で、私はそこのところですね、一応、今日部屋出てくるときに、こっそりとチャキ、そうそう、ツイッターだと見てない人多いから、チャキってお茶の道具が入ってるあのケースの上に、名刺を置いて、携帯番号を書いて、お世話になりましたって書いといたんですよ。拡散しちゃってすいませんとまでは書かなかったですけど。なので、放送見たからとかいう人が言ってしまうと、私の仕業だってはっきりわかるようにしてきました。なので、すいません、自転車乗りとは言っちゃいけないとは言いませんけど、向こうの都合がもし、向こうがすごく好意的にしてくれたらっていうレベルでやってもらえると助かります。申し訳ないです。あと、ツイッターも全部消そうかと思ったんですけどね。ツイッターの方は一応後で言い訳書いたから、なので、それはの、両方残しとけばいいかなと思うんですよね。で、放送の方はこれで勘弁してください。いや、土下座するんだったらしますよ、土下座は。皆さんに見えないですけど。申し訳ないです。で、なんかこうやって茶化すのも良くないですけどね。まあ、そういうことでよろしくお願いします。頭石が残った。安全第一だけ見えてた。いや、でも本当に迷惑かかったら申し訳ないなと思うので。というわけで、一応、なんだっけ。名前がもう出てこなくなった。青果村さんの話は以上です。まあ、できれば普通の旅館とか民宿として泊まっていただけると嬉しいです。こういう、1000円と2000円で泊まって私が言うのなんですけども。というわけで、じゃあ、とりあえず切り替えますかね。これで。誰に対する、そういう、ふざけてみたりそうなりますよね。まあ、気をつけていただきたいです。よろしくお願いします。ていうか、こういうことやるとやっぱコメントが伸びるんですね。なんかあざといな。あざといな。で、これは今、民宿の前で買ってきた、まだ冷たい缶ジュースでございます。これはですね、アルコールは入ってません。アルコールが入ってる自販機は館内にあるんですけど、現在、てんてんてんって書いてあって、故障中で、提供しておりませんとかいう、なんか妙にドラマチックな書き方されてるんですよ。てんてんてんって。まあ、これ、ろ過出たらまずいかな。電波も届かなくなるだろうし。じゃあ、とりあえずこれで。じゃあ、とりあえず今日はお疲れ様でした、私。今日は雨の中、結構走りましたよ。60キロちょいですけど。では。梅雨前線。南高梅果汁1%使用。この1%って本当どのぐらい意味あるんですかね。まあ、アルコール入ってないけど、私にとっちゃ同じような感じです。サワーが入ってれば。お疲れ様でした。
それからですね、あ、そう、記録的、今日本当に今までで一番ひどい雨だったらしいんですよ、観測史上、ここで、深浦町で。で、リンゴ実じゃないです。あ、明日からの天気、実はまだよく見てない。じゃあ、明日はですね、明日以降どこに行くかっていうのはさっきまで実は悩んでたんですよ。悩んでたんですが、あ、しわしわ。なんかあの、梅ガムの味が少ししますね。あの、梅ガムの美味しい味が。エビのこと。明日目だったらほんと困るな。明日の予定ルートはこっちにしました。あ、五能線結局乗ってないし、今日は五能線一本も動いてませんでした。1%。タッピ崎の方に行こうかと。こっち行ってしまうとですね、十和田湖と奥入瀬の方はなかなか行きづらくなるんですけど、タッピ崎の方に行くのはこっちに来てる今が一番行きやすいかなと思って、まあ、青森から行くこともできるんですけどね。あと、タッピ崎がこっから70キロ、80キロぐらいで、最後にでかい峠あるんですけどね。ん？階段国道？え、階段途中にあったりしませんよね。一応、車、車道検索で出てたし。ただ、これは天気が良ければの話なんで、あ、なんか映ってるな。下北の方はフェリーで渡ろうかなと思ってますけどね。こっちに行くんだったら。で、明日配信は電波があるかどうかにもよりますね。どこまで電波あるかな？この近くあると思うんですけどね。え、階段の国道がある？え、階段国道ってこの道上にあるんですか？え、何ですかそれ？階段国道？階段国道ってあの、青崩れ峠の話じゃなくて？え？タッピ岬、え、どこに？どこに？ 339。あ、339ですね。え？私、知りませんでした、有名なの。え？どこだ？どこだ？え、じゃあこの立ち止まりラインっていうのいけないんですかね、これ。ネタ的には、そこまで行って最後に行けなかったら大変ですね。珍百景で、へぇー。タッピー崎の最後のが国道な、あの、階段なんですか。ああ、じゃあ、そう、あの、現地のことは全く知らずに私はいつも来てます。ん？昨日担いで、いや、それ、あの、そこのとこだけ歩いていけないんですよね。へえ。あ、ちょっと待ってください。じゃあちょっと今、あの、そのページのツーリングマップ見てみますんで。痩せないと思いますよ。今回、どこだ？ん？貸し？前髪、いや、かけてないです。テンパです。あ、さっき URL ありがとうございます。後でちょっと。PDF ビューアーが死んだ。どうした？あ、動いた。会津方面に。白川から会津方面。白川から会津方面って行ったことあったっけ？おっと。ああ。この辺りってことですね。先の方の。ああ、今日は焼けてないですけどね。なんかピコポンって言いましたね。これの先端の方に階段国道があるってことですかね。あ、ツイッターありがとうございます。こっちの方かな。あ、PDF。これかなりあの、荒くスキャンしたんで。だって一冊100メガバイト超えたりするから。あ、甲子温泉って書くのが、それが、なんとかって読むんでしたよね。それって、なんか、すごいダートの道のとこじゃなかったっけ？そう、ツーリングマップの結構古いやつです。途中からなんか情報量が変わったんですよね。言ってがっかり。明日もマジですか？ああ、それじゃあいけないかな。あ、歌詞、ありがとうございます。歌詞。連絡道、ああ、まあ、とりあえず行きゃいいんですね。でも、明日雨が降るんだったら行けたとして、
峠の手前の道の駅までかな。あとその道の駅が泊まれるような状態なのかどうかもわかんないですけどね。あとその近くに温泉が欲しい。今日は結構充実してましたね。じゃあ今日の充実の写真をじゃあ紹介するので半分ぐらいかなと。雨降って。じゃあまず、これからかな？今朝の写真から行きましょうか。で、今日も映り込みひどいですね。あ、そうだ。フォーカスを手前に合わせときゃいいんだ。あ、この枠は大丈夫です。残します。昨日、おとといのあの宿配信は、さっき言った事情によりちょっと、あの、大ピラに、でも待てよ、枠説明自体が残ってるとまずいんだっけ？枠説明が残ってると検索で見つかりますかね。あの、ライダーハウスとして利用させてもらってますっていう。どこだ？ピントどこにある？この辺ですかね。北海道に渡ったら私帰れなくなります。あ、新青森からの帰りの新幹線撮ってるんで。ピントこんなもんで合ってますかね。あ、これはですね、昨日朝ごはん探してうろうろした。結局、あの、和田酒店っていう、いや、あ、曇り。和田酒店っていう商店さんで、の店の中でカップ麺を食べさせてもらったんですけど、そこにまた朝行って、昨日10時ぐらいだったら、あ、合ってますかね。昨日行った時はもうご飯物全滅してたね、カップ麺だったんですけど、今朝は朝、9時、あ、朝飯はそもそもだってライダーハウスとしてただ出て、あ、まあ朝ごはんは別に調達したんです。北海道はちょっと行けないです、今回。で、これ皆さんから見て、真ん中ちょい左下あたりのがチャーシューで、右下がこれうまかったんですよ。いろいろ入った卵焼きみたいなやつなんですけど、これがなんか本当に、なんていうのかな、家庭の味という表現でいいのかどうか、すごいうまかったです。右下の。で、あと右上漬物があって、で、あと赤ウインナーと、あとなんだっけ、赤ウインナーと、あ、そうだ。赤ウインナーとあと鮭。鮭の木に、これ iPhone で映してるからですね、余計良くないですね。で、これ、あの、そうそう。で、その、和田酒店のご主人と奥さん、まあ、年配の方なんですけどね。で、その、ご主人がもう目の前で弁当作ってるところにやってきたんで、じゃあすいません、それができるの待たせてもらいますって言って、で、これが500円の弁当なんですけど、あの、大盛りしといたからって言われて、朝から腹いっぱいですよ。このご飯が詰まってるの分かりますよね、少し盛り上がってるのが。そう、500円。ポップペンよりはまあ高いんですけどね。そう、手作りです。で、あ、そうそう。じゃあ次のネタ。圧縮弁当、懐かしいなって、私食ったことないですけどね。圧縮弁当。桃岩荘ですね。で、この雨のところの12時台の雨のミリ数を見ると、ここのとこって27度と間違えてるんじゃないかと思いますよね。で、さすがの気象庁だ、まあ気象庁でしたっけ、これ。さすがに本当にこのぐらいの感じの雨が降りましたよ。いや、嘘じゃなかったんですよ。さすがだなと思いましたね。で、あ、ウェザーニュース。あの、最近、仕様が変わってえらい不評な、私はまだ使い続けてますけどね。で、あの、完璧な防水のパニアバッグ、パニアじゃないや、サイドバッグか。オルトリームのバッグを積んで出発です。で、昨日12個回った時は、27ミリ、あの、この辺りで観測史上で初めてっていうぐらいの雨だったらしいです。そう。オルトリーブですね、昨日12個行った時には何度も開け閉めしてたんで、ちょっと中に水入っちゃったんですけど、今日はこの27ミリの雨を超えてきて、中全く被害なし。さすがですよ、なんかオルトリーブさん。そう、今回これ持ってきてなかったらどんな目に遭ってたか。っていうか走ってないかもしれないですね。というわけですごいですよ、さすが。そう、滝のように、ちょっと本当に面白い状態なんですよ。そう、耐えました。ですね、あとネタとしては、これわかるかな？ん？どういう？ん？記事。あ、裏側がですね、なんか、裏側が樹脂の、完全に水通さないゴムみたいな、つるっとしたゴムみたいなやつで、見づらいな、これ。海がですね、3色になってるんですよ。手前が茶色で、
真ん中が緑色で向こう側なんですよ。なんかちょっと裏バンダイのミドロ池みたいな、そんな感じの拡大。あ、ツイッターでこれ流れましたっけ？あれ？拡大できないな。あ、拡大してこれなんだ。で、これが、ん？あれ？どこ行った？あったあった。これでいいか。放送なし。本当に放送ないと楽ですね。GoPro がないのも楽でした。頭軽いし。オーストリッチ、ああ、中に溜まっちゃいますよね。穴が、うまく穴の位置が合えばいいんですけどね。わかりますかね。で、その和田酒店さんで話した時に聞いたんですけど、この辺りって、水害が起きるほど水が溜まらずにすぐに海に流れちゃうんだそうです。なので、雨が降ったら即土砂が流れ出すみたいですね。それです、海岸沿いずっとマッチャイルでしたよ。砂だと思いますね。そう、GoPro はないんで、今日ツイッターの写真、あ、ツイッターというか、iPhone を忘れかけてた。これヘルメットの格好バッチリです。ただ、今日は使わなかったんですけどね。あ、ちょっとこれオートフォーカスじゃない、オートフォーカスじゃないか。この iPhone の防水ケース、これ700円でヨドバシで売ってます。ラスタバナナさん。これのおかげで iPhone カメラとして使って、配信はですね、雨が降ったらもうやっぱ厳しいですね。ダイソーでも、これはかなりいいですよ。で、あとこのネタとしては、ウェスパ椿山っていう駅があるんですけど、これってなんか、ウェスパ椿山っていう施設が、まあ、温泉プラス遊園地みたいな感じかな？遊園地じゃないか。この施設ができた後に駅ができたらしいですね。逆だと思ってた。あ、100円じゃなくて700円です。で、あります。で、駅の扱いがほんのちょっとなんですよね。あ、オンリーで。まあでもできれば生の情報も見せたいんですよね。で、これ、放送中だったら絶対に入らなかったところ。これだけでわかるかな？昆虫館。昆虫館って名前だったんですけど、カブトムシとクワガタがメインなんですよね。生きてるものは、カブトとクワガタだけでした。ただ種類はすごかったです。で、子供100円、大人200円。金払った後に受付のお姉さんに思わず聞いたんですけどね。すいません、ここってもしかしてお子さんが入ってお父さんお母さんがついていくようなとこなんでしょうかって聞いたんですけど。いや、生きてる、クワガタカブトムシもおりますのでって言われて。まあ、答え困りますよね。で、今回ツイッターに載せた写真がこれですね。虹色クワガタ。何これ？放送ないといずれ上げる動画が、ああ、そうです。確かにそれありますね。何これ？絶対これ対レーザー兵器の装甲になってますよね。いくらなんでも鏡、あ、そうか、虫が苦手な人いるんだった。すいません。そう、綺麗な金棒いますよね。これはちょっと良くないかな。ちょっとゴキブリ系にも見えるんで苦手な人はあんまり見ないでほしいんですよ。ちょっと今から警告して5秒後ぐらい見せますけどね。ただネタとして面白かったんで。あ。ダメだな。声だけですね、今多分。映像がパラパラ来て、あとは、声がなんとか言ってるぐらいかな、この速度だと。ダメですね。じゃあ、虫の写真は飛ばして、で、今、これ言ってんのかな？あ。そうか、映像も言ってないんだっけ？これ虫フィギュア売ってたんですよ。なんか特殊ゴム製で手足の、向きを変えられますっていう。あ、これ配信開始ボタン押してないからか？いや、違うよな。あれ？止まった。どうですかね。ん？あ、ダメだ、いかない。これは回線かな。
配線の問題か、放送が止まったようです。あ、動いた。キャラバレで暴れた人は似てるんだったっけ？なんとか容疑者、オウム関係の、あれ？オウム関係だっけ？違う違う。誰に似てるって言われたんだったっけ？ああ、ダメだな。うん。あれ？いや、ポタファイは、ポタファイはずっと窓際に置いてます。置いてます。置いてます。目を覚めて。おかしいな。登り速度、これなんか音声だけ言ってそうなんですけどね。ダメかな。もう一遍。接続。出力がひどいな、これ。ダメだ。キーできないかな。うつたままの顔を映った。あまり、批評しないように。あと40秒か。ダメだな、復帰できない。てか、こっちもあまり行かなくなってるな。この人は届いた。ダメだ。アウト。アウト。